皆さんどうもこんにちは、まったっけです。今日もね楽しくぷよぷよやっていきます。まあ、またつかもう本当に大変動画、遅くなって申し訳ありません。まあでもね多分やめないとは思うので末永く見守ってくれればなと思います。結構ね早くぷよ動画はよっていうコメントとかツイッターでのリプライもらってたので、まあそろそろやりたいなと思ってたんでね、この機会にやっていきますよ。まあどうしてもね生放送だといろいろとねコメント返信してしまうんで、今日はねぷよぷよに集中したいと思いますのでよろしくお願いします。さあやっていきましょう。よし、さあ形は上々ですね。うん、いいんじゃないでしょうか。形的にはかなり悪くないかなって感じ。さあ単発に合わせて、こちらも単発。どんくらいある、あれ打っちゃいましょうか。さあ相手のなんか割とでかい攻撃だったんで本線合わせていきました。ちょっとねこれ青が使えてないのがすごい残念ですが、相手は緑発火から何連鎖ぐらいあんだあれ。そんなにないな。同時消しがいっぱいありますが、多分そこまで大きくなかったんじゃないかなって感じですね。さあ一本取ってったのは山竹、いいじゃないですか。そうあとね、ほんと投稿期間ね相手申し訳ありませんでしたって感じですけど、コメントの返信もねいやしきれてないところがあるんでね、ちょっともう本当にそれだけは俺なんとかしたいなと思って。俺程度のね低級民族がねコメント全部返せないなんてことは絶対ないと思うんで、なるべく本当にコメントは時間あるときに返そうとは思うんですけど、それでもねなんかコメント返せないとき、返せないつかもう返してないときがあるんで、それはまずいですよね。なので皆さんこれから今回の動画また頑張ってコメントしていきますよ、本当に。さあ、3ダブ4連ちょっとでかすぎだな、これは。さあ、相手3連鎖ですね、ただ。これは刺さる。刺さったので、2連鎖。2連鎖からの、おぉ、いいですね。さあ、勝利を掴んでいったな、山竹。まあなんか最近の僕はですね、あんまりぷよぷよというかゲームをそもそもやってないんですけど、ちょっとね今ねあれなんですよね、時期が時期で10月中旬までちょっと忙しいんで、まあしょうがないかなって感じのとこあるんですけど、あれ俺何話そうとしたんだっけ、いや言いたいこと忘れちゃったんでちょっと後で話しますね、思い出した時に。あーやべえ、更年期かもしんない、そろそろこれやばいですね。ちょっとさすがにもうそんな年かな俺、まだそんなに自分では自分のこと年だと思ってないんですけどね、大丈夫でしょうかこんなんで。僕はかなり今自分のことが心配ですねあーやばい、青が来ないからとりあえずこっちから2連鎖、おーよいしょ、2連鎖、これで4連鎖打ってみるか。4連鎖、さあ後ろはどうやってつなげようかな。こんなもんか、こんなもんで、これでこんなんでどうでしょうかね。なんとかなりそうでしょ今の。さあ一本取ってったら山竹、やーべ超モヤモヤする。俺何言いたかったんだっけな、ごめんなさいね。ちょっと多分見てるみんながねモヤモヤしてると思いますけど、はい、まあまあまあって感じですね。さあ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 、よいしょよいしょよいしょ、ここは埋めて大丈夫かな、埋めちゃおう、ここはまあ大丈夫でしょう。緑ぐらいねすぐ来るでしょう緑くらいねっていうその言い方がよくわかんないですけど、緑なら来るっていうそういうゲームじゃないですからねこのゲームまあ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 、あ2ダブじゃねえやこれ、いや1ダブ2連打っちゃおう。4連鎖はちょっと無理だな、これは結構きついですね。赤から色が来てるんで発火で負けですねこれは。はあ、まあまあまあしょうがないでしょう、そういうこともありますよ。うわあやっちまった。まあ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 これはねしょうがないです、そんなに気にしないんでね。さあ1本取られたのは山竹、 OK ですね。 OK ではないけど、まあなんで今 OK って言っちゃったのかなって冷静に考えたら、やっぱりさっきの言いたかったこと思い出せないのでモヤモヤしてる感じですかね。もう最近意外とねぷよぷよね、やりたいなと思ってるんでね、頑張りますよ本当にやりたいなっていつも言ってるような気はするんだけどね、それで結局なんかまたまばらにしかやってないからね、もう本当に俺口だけなのかなみたいな感じで自分で思っちゃうこともあるんですけど、さあ行きましょう。どうしようかな、単発入れてみる、入れてみたらちょっといい感じに刺さりましたね。これ相手嫌な刺さり方したんじゃないでしょう。これは3連鎖打ったらウィンロード、あ間違えた間違えた、
ごめんなさい、今赤と黄色逆に落としたら普通に吐かしちゃった。これちょっとすいません、不本意です。声ではありませんのでご了承ください。ちゃんと相手に伝わってるといいな。それがさあ、まあ勝利掴んでったの山竹、いいじゃないですか。2連勝レート低いですね。もうちょい上がればいいかなって感じですね。あ、思い出した。さっき俺ぷよぷよの話しようとしてて、回収率がいい方がいいなっていうのとね、同時消しってやっぱ回収しやすいよねって話をしようとしてたんですよ。よかったー。いや、これで俺もう今日はもうゆっくり寝れるわ。どうしようかと思っちゃったよ。もう多分これ寝れねえじゃんこれ夜みたいな感じで思ってたんですけど、これでぐっすり寝れますね。たかがその程度ですが。さあ、単発入れてみる。ちょっとよくわかんない形になっちゃったぞ。さあ、2ラブ、これで赤から発火してくる。さあ、俺の形はそんなに良くないが、なんとかなるんじゃないかという、ことをね信じて。青が来ないぞ、緑も来ない。赤と紫しか来なかったですね今。緑2個と青1個で普通に OK だったんですけど、赤と紫しか来なかったですよ。ちょっとびっくりですね今のはね。さあ行きましょう。これさっきの相手ですね。逆から読んでも同じ名前だみたいな、多分そんな感じの方なんでしょうね。僕もそういう名前にしようかなと思ったけど全然浮かばないんでダメですね。名前はまあ別に変える必要はないと思うんでね、もう一生このままでいこうと思ってますけど。さあ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 、お、これ面白いな。折り返しの形が第二折り返しでも同じように使われてるっていうね。ああ、そこに刺さっちゃったのはあんまり好きじゃないぞ。さあ2連鎖に対してニトリ完璧。何連鎖あるこれ、打っても大丈夫か。いやこれ伸ばさないとダメだった気がする。まあ上の黄色入るんだけど9連鎖あるじゃん相手。いやこれね、もう1連鎖伸ばせたかなって感じだったんですけど、これ負けましたね多分。いやでも 8ラブ9連あるぞこれ。勝っていく。危ねー、ダメだね今の。今のは伸ばさないとダメだった。これはちょっと判断ミスですね。あー危なかった、これは危なかった、これは判断ミスですね。ちょっと僕の力不足な感じが出てしまいました。さあ行きましょう。もうただよく後ろあそこまで回収できましたよね。そこだけはちょっと自分をね褒めていこうかなとは思ってます。さあ行きましょう。今みたいな単発をしてるようじゃダメですね。すごい地味ですね本当に。地味な単発、最初の段階の地味な単発って本当に無駄だと思うんですよね。お、これは2打打つしかないですね。あとのツボもさばきやすそう。これでもまだ打たないですね。打たないんですが、ちょっと高めに積んどいて、こう受けの形をちゃんと作っとく。でこういう2連鎖も、あ、え、2連鎖じゃない、危ない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 危なかった、よく気づいた。こうか、おお、いいね。最後の伸ばしもなんとかうまく入って、緑までの9連鎖かな。これは勝ちそうですね。さすがにセカンドでも返ってこないと思うんだけど、あ、9じゃなかった、10連鎖なんでこれは余裕ですね。9だとちょっと怪しいかな若干思ってたんですけど、10連鎖あったんで大丈夫ですね。いやーよかったよかった、危なかったですねでも今のは。 OKOK、 まあ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 勝てたんでいいんじゃないでしょうかね。はい、さあ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 、3連勝ですね。ピンポンポンコ、よろしくお願いします。さあ行きましょう。ファフ、さあ今回はどういう形でいこうかと思ったけど、もうなんかどう見ても GTR なんですが、ちょっとこれ形やばいな。なんで俺こんな GTR 下手なんだろう。自分でもねいつも思うんですけど、 GTR 本当に下手ですよね。さあ整地を兼ねた2連鎖、お、いいですね、いい感じに入ったので、さあ伸ばしつつ副砲を作っていきたいスタイル。これちょっと副砲が作りづらい形になっちゃったぞ。3連鎖はちょっとこれは弱いな、相手本線つながってるから。ん、つながってなかった、まあまあまあいいや、そこは何でも。こう地味に攻撃しかできないこの形だと、おお、なんとかなりましたね。ちょっとでも今のはまずかったですね、かなり形が終わってましたね。僕やっぱ GTR ダメですね、先寄りの GTR はやっぱ組まない方がいいのかな俺は。
って感じですね。本当に下手 GTR が、先寄りのね、特に先寄りの GTR マジでダメ。ちょっともう封印ですねこれは。僕は今からエグゾディアになりますんで。さあ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 、どうしようかな。これはまあまあまあ形はぼちぼちって感じですね。はい、3連さあ刺さったね。これはまあ形は悪くなかったかな。ちょっとでもね、処理しづらい赤が今左から2列目の一番上に乗ってた2個の赤が、今の形だとね、ちょっと赤の制約がきつい形なんで、ちょっと形的には悪かったかなって感じはしますね。はい、さあ行きましょう。4連勝ですね。まあ20分ぐらいやってまた終わりにしようかなって感じですね。今10分ですね経過。さあ行きましょう。これはどういう形にしようかな。こんな感じでいいでしょう。オフ、この黄色いらないな、とてもいらない。赤1個置いて、青置いて、こうしてこうすればいいのかな。でこうすれば、あー、これはここの赤が大丈夫か。これダメですね、赤が暴発してしまうが、そこまでの火力で意外とあるんだけど、帰りそうじゃないですかね。帰りましたね。うん、まあまあちょっと良くはないですけど、勝ったんでいいとしましょうか。本当はね、なんか下にこういう風に繋がって、で最後繋がってた緑のところまで行きたかったんですけど、まあまあまあいいでしょう。ちょっとね、赤緑っていうのがね、あのデビル81的な感じになってしまったので、あーやばい、 GTR になっちゃうこれ、絶対組まないぞ。よし、ちょっと違う形になりましたね。もう俺今日心に誓ったんで、あの先寄り GTR は絶対に組まない。もうこの信念だけは今日いっぱいはもう貫いてきますんでね。うわー形悪い。さあ2連鎖、ほい。さあこれは勝ちでしょう。これはもう余裕着々の勝利ですね。さあ OK ですね。かなり回収率はいい形になってますね。6連結からの5連結、はい OK ですね。嬉しいですね。さあ行きましょう。5連勝2230。あ、よろしくお願いします。さあ行きましょう。もう先寄り GTR はねやらないんでね、心に誓いました。後折りはまあ全然ありですね。後折り GTR は普通にいい形だと思ってますんで。え、これどうしよう。これ形やばいですねこれ。おお、やばいですけど、いいんじゃないでしょうか、こういう連鎖もたまには。これは僕としては合格点ですね。面白いってだけですけどね。使い勝手は良くないです。絶対に。ここから5連鎖ですね。これ緑大丈夫なのかな、あそこ。あそこの緑ダメな気がするな。これで大丈夫かな。これは合格なんじゃないでしょうか、この連鎖。皆さん見てください、このごっちゃごちゃした形ですが、しっかりと回収されてきますね。おお、いいね。この後から青が起こってくる感じ、今のすごいいいと思いますね。グッジョブ。ほい。はい、ということで、1本取ってったのは山竹。かなりいい形でしたね。ちょっとでも今のも色の制約きついんで、ちょね、さっきから自分思うんですけど、色の制約きつい形しか組んでないんで、ちょっと良くないですよね、形はね、やっぱり。これは、あえてですよ。あえての黄色同色っていうね。こういう形はかなりね、好きなんでね。また、あれですよ。使い勝手がいいとかじゃなくて、これは単純に好きな形なので使ってるわけですが。よいしょ。うわー、赤欲しい。
ここに赤を差し込みたい。差し込んでいく。これで OK。 さあ大まかな形は完成。からの本線か。うわなんかすげえ。黄色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 。あー惜しい。今のは悪くなかったですね。いやまた形の話ですけどね。なんかあれだな、勝とうと思ってやってるのになんかどうしてもなんか今日は面白い連鎖が組めそうだなっていう気分なんで、そういう連鎖を組みに行ってしまいますね。まあこういう日もあってはいいと思いますけどね。おおお。やばい。やばくはないなこれ。うわこれもほぼ勝ちじゃないですか、このまま打ったら。いきましょう。さあ相手の3連鎖に対し、ちょっと今回グダグダでしたね。これもねちょっとペルシャみたいな感覚で消えていく予定だったんですが消えませんでしたね。はいまあ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 いいでしょう、勝てばいいんですか。でははい勝利掴んで田野山岳。嬉しいな。はい、さあ6連勝で迎えるはゴレイヌ。いいですねゴレイヌ。これ、ね、皆さんちょっと僕からのアドバイスなんですけど、ぷよぷよのこう上手くなってくると、アーケードの大会とかっていうのに出たくなると思うんですよ。皆さんそのうち出たいなと思ってる方もいると思うんですけど、そこでね僕からのアドバイスですよ。名前はシンプルなやつにしといた方がいいです。対面でその自分のハンドルネームで呼ばれることになるわけですよ。超恥ずかしいですからね絶対に僕はねシンプルな名前にした方がいいですよ。あれですよ、普通に生の顔さらしながらね、これなんかね、まあ相手の名前をバカにするわけじゃないですけど、やっぱりハンドルネームで呼ばれるわけですからね、それなりにちょっと恥ずかしさはやっぱ残りますよね。なのでまあこれから名前決めようかなとか思ったり、大会出たいなと思ってる人はまあなんかいい感じの名前考えておくといいかもしれないですね。ほい、これね僕からのアドバイスです、まあ、僕は割とシンプルな名前でもやってるんで、まあ、山竹さんと呼ばれるぐらいだったら全然恥ずかしくないので、僕はまあこの名前は悪くないかなと。もともとね山田武って名前でやってたんですけど、まあなんか山田武って長えなみたいな、全然本名とは関係ないのに、あこれ本名なんですって言っとけばなんか本名何って聞かれることねえなと思って山田武にしてたんですけど、はい、まあ、そんなねなかなかね話さない過去を今ねほじくり返してるところですが、ぷよぷよはね順調に勝ち上がってるというところですが、さあここから2連鎖を放っていく。これ相手かなり厳しいですね。もう本線打っちゃいましょう。折り返しなおどうしようもないでしょ、あそこに1個あるの一生掘れないですねあれ。はい、ということで勝利掴んでいきましたと。さあ残り1試合やって終わりにしましょうかね。嬉しいな。さあ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 、さあよろしくお願いします。さあ現在ね9月22日の夜10時頃にこう撮影をしているわけですが、まあちょっと眠くなってきましたね。この対戦終わったらもう速やかに、スリーピーしようと思ってますんでね、よろしくお願いします。最近ね早朝のバイトを結構してるんでね、この時間はもう寝るんですよねもう健康すぎて自分の生活がびっくりしますよ本当に。早朝のバイト皆さん本当大学生、これをね大学生がね今バイトしてる高校生いらっしゃいましたら、ぜひ早朝のバイト入ってみてください。体がね健康になります。多分早寝早起きの習慣がつきますんでね、ゲームばっか夜中やってないで早く寝てね早朝のバイトに備えるっていうのは僕はかなりいい健康的な生活だと思いますんでね、ぜひね実行してみてくださいという感じですが、そんな話をしつつも今日はぷよぷよがいい感じですねさあ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 2連鎖よいしょ、刺さっていく、刺さっていくがまだ打たない。ちょっとこれやばいですね、平坦な形になっちゃってるのはあまり評価できない。
ういうね追い打ちできる場面はやっぱ平坦な形よりもすぐに発火できる形っていうのを評価したいんですが、打ちましょうか。相手の形的にも返ってこないでしょう。相手は8ダブかな。うえー、もうダメだ、もうダメだ、一生ダメだ。もう最後にドヤ顔で終わろうと思ったね。もうでも今の形で終われない。最後はもう大連鎖って終わりますんでね。最後ですよ、だって今日の動画の。ちょっと今この形僕の中でねハマってるんで、もう最後はこのねこの形で締めくくりたいですね。超組みやすいよこの形、本当に組みやすいしね、大連鎖打てるし、もう遅くないでしょこの形。うわ間違えた、危ねえ。間違えたおかげで逆に3連鎖生成されたよ今。相手2連鎖があるから打ってこない。あー、その3連鎖きついから打っちゃうよ。これはまずいぞ、これは打たされた形になってしまった。さあ相手いつも来てる。おっと、それ発火はダメですね、さすがに足りないでしょ。いやでもあんのか、9連鎖あるかもしんないね。8連鎖だよね、まあそうだと思った。危ない危ない、もう1連鎖のらばされてたらもう結構ドロドロの試合になってたような感じがしましたね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。いかがでしょう。今回コメント頑張って返信しますんで、皆さんどしどしコメントお送りください、よろしくお願いします。またね結構ツイッターは1日3回ぐらい見てるんでね、ツイッターの方にリプライしてくれればね割と会話できるかなと思ってますんで、よろしくお願いします。今回ここまでにしたいと思います。チャンネル登録やツイッターのフォローお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。